半間岩尾先生です。ですね、またちょっとね、条件がね正確じゃないんで、プログラムを修正しました。どうもね、勝率を上げるためには、0番がマクレーですね、CCI、1番は CCI、2番、3番となってますね。で、単独では4、5、6となってます。で、Mac では全部でも利用できるんですね。で、これでですね、今までね、Mac でのようにシフトっていうのを使ってなかったんですよ。で、ここでね、この4つのね、CCI とこれとこれのね、テクニカル分析ですね。これに、シフトをつけたんですね。で、それで、短期の取引、バイナリーオプション用の取引を、できるように、正確にできるように、ちょっと、改造しました。改造というか、修正しました。バージョンアップしました。バージョン904ですね。マクデの岩を。それで今、全部の分析ができないんで、量があって、正確に出ないんですよ。全部ね、チェックすれば出るんだけども、10年ぐらいかかっちゃってですね。分析だけね。で、そんなに多いんですよ。それで、一つの命令ごとね、テクニカル分析でね、一つのテクニカル分析で、分けて分析するようにしました。で、今、この CCI と CCI1 ですね。2つの今分析させてます。それで、今出してるのはね、この EA でね、かろうじて、こちらで、ストラジテスターで出た一部ね、まだ始めたばっかしなんでわかんないけども、この数値をね、いいの、一番この中ではいいのですね、選んで自動売買させてみました。で、このシグナル通りに、どうかな、バイナリーオプションをかけるかどうかということですね。今この FX で、調べる段階ですね。まあ、そんなことです。どうもありがとうございました。